いい感じですね。トンポン入ってきたら余裕の一番人気です。ただいまより投票受付を開始します。たら、ロウタオ。さあ、世界一のマイラーを決める90秒のドラマが極東の舞台で繰り広げられます。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。まずまずのスタートかと思います。果たして何が行くのでありましょうか。ゼピンがかわしていきました。外を通ってムーパティール、その後ろでありましょうか。6番ソビエトスター、それからウルフマービラス、そして外からはモーリス、その内からは10番ポエッツボイス。さあ、極東の難所ブリーダーズブリッジに差し掛かります。それから4番スラオ、それから離されましてドビューノース、そのうちフェアリーキングプローン、この辺りちょっと離れているハットトリック、エレクトロニックユニコーンが、その後ろ、そのうちにアローンクイーン。依然先頭3番ゼピンであります。ムーカティール、前での競馬ソビエトスタート、アッサム騎手。大歓声が上がる極東競馬場を最速馬はどの馬か。先頭ゼピン、足が止まった。外からはムータティール、ソビエトスター、懸命に追う。先頭はゼピン、外からはムータティール、外からはムータティール。先頭行くゼピン、いっぱいになった。ウルフマーベラス、懸命に追う。先頭は3番ゼピン、ゼピン先頭、ウルフマーベラス先頭に立った。外からエレクトロニックユニコーン、ウルフマーベラス、やったやった。 SWBC への夢が広がる。獲得賞金は5000枚突破。1着、2着、9番、3着、5番。